キャンピングクラブチャンネルへようこそ。ナビゲーターの雨宮です。ドバイといえば皆さんイメージされるのは超高層ビル、アラブのお金持ち。実はドバイのキャンプってすごくいいんです。このチャンネルはそのドバイでのキャンピングの素晴らしさを伝えるために、僕が行くキャンピングスポットを紹介したいと思います。記念すべき第1回、お隣さんフジャイラにあるビーチキャンプをしたいと思います。ゲストということでマナミちゃんを呼んでおります。マナミちゃんどうぞ。はい、マナミです。はい、マナミちゃんはエミレーツ航空のキャビンクルーですよね、はい、今何年ぐらいですか。今ちょうどドバイに来て2年ぐらいです。2年ですか、はい、でビーチのキャンピングは初めて。初めてです。わかりました。楽しみです。卒業キャンペーン。では、フジャイラに着きました。ドバイから2時間じゃ、ここはメジャーなキャンピングエリアなんですけど、今はシーズン前ということで人いないです。まずは、セットアップして、でちょっと海に入って、それから夕食の準備します。難しいね。砂にはまりました。の空気抜いてからダメなんですけど、大丈夫かなと思って走ったらやっぱりはまっちゃいました。そしてローカルの人たちが手伝ってくれてます。まあこういうこともあります。さてフジャイラでのキャンピングを終えました。これから人に着きますが、帰る前に砂にスタックするっていうハプニングもちょっとありまして、これもドバイでよくあることなので、今回はいろいろと助けになりました。ありがとうございました。よかったらまたキャンプ参加してください。はい、それでは次回はドバイの砂漠でキャンプします。はい